ゃあ今日は、ロックアランド高校から現役で同志社大学に4学部合格した伊藤さんに、どうやったらロックアランド高校から、同志社大学にたくさん合格できるか、ちょっといろいろアドバイスをもらいたいと思います。じゃあ伊藤さんどうぞ。じゃあね、ロックアランド高校ね、一応ネットで見たら高校偏差値54って出てんだよね。で、じゃあちょっと高校の時のことを思い出してもらって、今ちょうど入試で合格して1年ぐらい経つやんか、はい、ちょうど1年前って入試の直前やんね。で、ちょっとドキドキしとった時期で、で合格してちょっと1年間大学過ごして、はい、でちょっと高校的なことをね思い出してもらって、で、じゃあロックアランド高校から、まあ、同志社大学目指すと周りでどのぐらいいた感じですか？ほとんどいないです。ほとんどいない、はい。まあ、ここ神戸だから、まあ、ロックアランド高校神戸の東の方にあるんだけども、まあ、神戸は大阪京都だからね、まあ、ちょっと遠いっていうこともあるかもしれんよね。まあ、高校生からしたら京都遠いよね、はい。今通うとでどう？そこまで遠くない？通えるんですけど、うん、まあ、もうちょっと近かったらなって思うことはあります。そうやね。じゃあやっぱりちょっとそういうのもあるかもね、うん。でも通えるからちょっともっと目指した方がいいと思うよね、うん。で、まあ一応カンカンとトップやしね、同志社大学。じゃあ、まあ今現状としてはロックアランド高校から同志社大学に行きたいと、目指そうというか、まあほぼいないって感じだね、はい。じゃあ一般的にロックアランド高校の子らはどこら辺の大学目指す子が多いと思った？関学を目指す人が多いと思います。まあ、多分近いからやね、はい。まあ、カンカンドルツで同志社京都やし、で立命は、まあ、草津、滋賀県の草津と茨城 と、まあ、本拠地が京都の衣笠かで、水田に、大阪の水田市に関大があるから、まあ、多分、まあ、近場がいいかなって。まあ、多分お父さんお母さんも近いとこがいいやんって言ってるかもしれんしね。で、じゃあ、まあ、とりあえず関学目指すって感じやけど、で実際試験の結果蓋開けてみたらどんな感じだった？受かってる人はあんまりいないです。あんまりいない、はい。じゃあ、まあ近くやからとりあえず目指すけど、うん、そんなに受かってこないって感じやね、はい。じゃあ実際そういうところはどこら辺に行く感じ？江南大学、参勤交流あたりが多いです。うん、まあ参勤交流の京山と龍谷はまた京都やからね、うん、はい。だから江南が近いから行くって感じかな。じゃあ推薦とかどんな感じだったか、学校を見てて。指定校推薦は関学の枠が文系で一つしかなかったので、うん、まあ、あんまり取ろうとしてる人も少なくて、うん、で江南大学が基本的に多かったので、うん、江南大学指定校で目指してる人が多かったです。今思い出したけど、うん、ロックアランド高校の横に江南大学の運動場あるよね。はい、あります。なんか身近に感じるんかな、うん。たまに野球部とかアメフト、なんか江南の大学生もそこ来て体育の授業あるんかな。まあ多分近いんかな、やっぱ江南大学はね。じゃあ結局、まあ関学目指してダメで江南とか、まあ、あと近所の女子大行くっていう感じが多いっていう感じ。じゃあ南関大学を伊藤さんが目指そうと思ったきっかけやけども、周りはあまり同志社目指さないと言ってたし、うん、で関学を目指しててもそんなに受かってこないって話だから、もうどうやって自分がね南関大学を目指そうと思ったっていうきっかけをねちょっと教えてほしいんだけども。もともと高校受験の時に吹合高校に行きたかったんですけど、うん、受験落ちちゃって六合に行くことになって、で、まあ、そこで悔しかったから、うん、大学は自分の行きたいところ行きたいなと思って、まあ、カンカン同立ぐらいは行きたいって思いました。で、まあ、指定校で関学を一番初め目指してて、で一枠しかなかったっていう点と、一人ってこと？文系で一人でした、私の時は。で少なかったっていうのと、あと学校の先生は基本指定校をおすすめしてなくて。担任先生、あ、もう全員ですね。あ、おすすめしてる人はいなくて、みんな一般で頑張りみたいな、はい、感じだったので、うん、私結構言われた
思い出があるので、まあ、そんな一般入試受かりそうやから期待されてたんちゃうかな、ちょっとっていうのは、うん、高難の私立校は進めるんじゃないの。いや進めない進めないです。あ、高難私立校多いのに、うん、あ、そうなんや。で、それでまあ私立校一枠やし、じゃあ勉強もできてきて同社行こうと思った時に、うん、まあ、それはここで私立校取ったらね、同社行かれへんから。え、はい、同社の私立校じゃない、まあ、なかったんです。文系はゼロだったので、うん、もうやめて一般で頑張ろうって思いましたね、うん、あ、そうかそうか。じゃあ、まあ成績上がってきたからここで感覚取ったらもったいないってこともあるよね、うん、で、はい、学校の先生もそんなに私立校をおすすめしていなかったの。これやっぱ高校によるかな、うん、あの違う高校やったらすっごく私立校を勧めてくる先生もいるみたいやし、どういう意図があるのかね、ちょっとよくわからんけど。じゃあ次の質問なんですけど、文系でカンカン同率に合格するならいつ頃から勉強を始めるべきだと思う。もうこれね、人によって違うからなかなかあのいつって言われへんけども、じゃあ、まあ、ローカルの高校とかね、府警高校とか県立芦屋高校とか、まあ、大体そこら辺の子らの、まあ、普通の状態で、まあ、大抵運動部の子ら多いやんか。で、まあ、その英語の勉強も次違うと思うから、まあ、一応想定するのは、まあ、府警とか県芦屋、県立芦屋高校とかローカルの高校で運動部であまり勉強すぎじゃないっていう、そんな子らやったら、まあ、いつ頃から勉強を始めてカンカンドルス目指すっていう感じがいいと思う。私は高校1年生の時から、まあ、勉強ずっとしてて、で受験勉強を始めようって思ったのは高2の終わり2月ぐらいだったんですけど、その時、うん、聞いたら成績良かったんもうその時は高1からしてた積み重ねがあったので、まあ、してない人はもう英語だけでも高校2年生の最初ぐらいには始めた方がいいと思います。そうやな、あのやってる子は後の方でもええけど、まあ多くの高校生そんなしてへんから、やったら高校2年生の、まあ、実際伊藤さん高1からやってるわけだからね、はい、って考えたらやっぱ高校2年生の2月から、まあ、始めた方が、まあ、それは絶対今また思い出した。伊藤さんが愛さんから愛田さんからあの聞いて塾に入ってきたこの愛さん、うん、ね、イニシャル愛さんね、イニシャル愛さんが誰に聞いたかって言ったら、またイニシャル愛くんから聞いてんね。イニシャル愛くん、イニシャル愛さん。でこのイニシャル愛くんのお姉ちゃんが現役で同社、全部買ってきてんね。県立芦屋高校で、はい、今大学4年生。うん、でこの愛くんは今6愛でここおるけど、その子のお姉ちゃんね。で同社大学感覚、全部買ったお姉ちゃんはその学年で塾に一番最初に来てんね。だから高1から始めてるわ、そういえば。だから英語は高1から始めて、で、同社感覚、県安市から全部買ってきてる、まあ、この子はテニス部やったかな、高校の時。まあ伊藤さんも同社全部買ったんだっけ。やったら、そのぐらいで行くんやったらやっぱ高1からやね。で、まあ少なくとも高2から始めんかったら、結構英語だけでも高2から始めんかったらきついっちゃきついよね、多分ね、はい、じゃあまああのいつから始めたらいいかって話、結論はあの高2からは始めましょうって感じだね。で、まあ、実際高1からやってる子もおるわけやしね。じゃあまた6歳の時のことを思い出してもらって、じゃ あの高2から始めましょうっていう今結論が出たわけだけど、実際ね、6歳の高校の子らにとっていつくらいから受験勉強を始めてると思った。なんか周りがみんなもう受験モードなってるなって感じたのは高校3年生の夏ぐらい。高3の夏、はい、7月とかみんな部活終わったぐらい。じゃあ7月ぐらいとか、はい、まあ期末テストがあって7月とか、まあそれで考えたら、まあ、高校2年生は高2の3月って考えて、じゃあもうね、だいたい約半年近くとか、もうこの時間的なロスがあるから、じゃあこの高3の夏休みから始めてる子らが高2から始めてたら、まあ6ヶ月間ぐらい余分に勉強できるわけやんか。もうそれも全然ちゃうやんか、はい、じゃあちょっと今の話まとめると、6からの高校からはとりあえず感覚目指すけど受からず
多くの子らが江南女子大ってことでしょ、江南とかあとは近所女子大、はい、じゃあその子らは、7月から受験勉強を始めてるケースが高い、じゃあそれを高2から始めたら、うん、これカンカンブーツいけるやんって話やんね。まあ実際スタート時、まあ、僕らいつも思ってて、まあ、一般入試で参勤交流受かる子やったら早めに始めたらカンカンブーツ受かるんちゃうと思ってんねんけど、いや、6割の高校まさにそんな状態なわけやんね、はい、じゃあもうほんまに声を大にして早く始めろもう6割の先輩としてちょっともういほんまに言ってほしいとこやわ。もうみんな始めるの遅いねん、とりあえず。で、そんな7月8月から始めてもね、だいたい10月11月になってきてさ、早めに始めてる子がガーン成績が上がってきたらさ、もう心折れちゃうやん、はい、あいつらむちゃできるわって思って、で、それでもう高校推薦に逃げていくとかさ、うん、なっちゃうから、もうほんまに早く始めなあかんよね、はい、じゃあまあ特に6割懸案し吹き合ぐらいで、まあ、普通ぐらいの位置におる子らはもう高2からは始めていかんかったらあかんし、まあ、逆に言ったらそこから始めたら、まあ、誰かって言ってちょっと言い過ぎかもしれんけど、もうほとんど誰かってもうカンカンぶつかるよね実際。